ヤクダ不動産の山本です。アシスタント中山です。はい、中山さん、じゃあ今日はどういったテーマで言いますか。はい、今日なんですけど、マンションの価格がどんどん上がっているっていうところあるんですけど、はい、本当に資産価値があるマンションってどうやって見極めたらいいのかなっていうのをちょっと思いまして、なるほど、そこをもうぜひプロの目線から教えていただければと思います。はい、わかりました。資産価値を見極める上でっていうところなんですけど、結構皆さんやってらっしゃるのは AI 査定とかですね、一括査定みたいな不動産会社がサービスとして提供しているものを使って、そのマンションの値段を定点観測しているみたいな方意外と多かったりするんですよね。じゃあその AI 査定や一括査定というのが本当にマンションの資産価値を表してますかというと、これやっぱ違うんですよ。特にAI 査定の方なんですけれども、基本的にはサービスを提供している会社ってのがあるわけですよね。その会社当然 AI 査定で無料で情報来ると思うんですけど、ビジネス成り立たないじゃないですか。 AI の仕組みの中に営業的なマーケティング的な要素ってのはこう盛り込まれて作成されていることがやっぱ多いということであったり、一括査定も同じですよね。やっぱり当然ね、無料で一括査定はしてくれるものの、その後のサービスにつなげるから入り口を無料にできるというような形になっていると思いますので、やっぱりそれらの定点観測している数値というのは一定の参考にはなるものの、本当の資産価値を表しているかっていう点ではですね、まだまだ足りていない部分があったりするというところなんですよね。その他に AI 査定なんかもそうなんですけれども、自分のお部屋の室内状態の反映であったり、あとはマンション全体で取り組んでいる管理組合の運営に関する取り組みですよね。こういったようなものまで反映されているかというと、それもやっぱ反映されていないということになるので、本当の意味での資産価値を語る上ではですね、 AI 査定や一括査定では少し足りないかなというふうに考えているというところなんですよね。そうなるとやっぱり皆さん資産価値とか知るために AI 査定使いたいと思うんですけど、なかなかそれがそうでもないよっていうことであれば、結論どうしたらいいんですかね。本当の資産性に興味ある方いらっしゃったらですね、我々のグループ会社桜事務所のファクターズ4というサービスを実はご利用いただきたい部分でもあるんですけれども、一般的にマンションの価格の決め方というと取引事例比較法、まあ、これ中山さんもよくご存知かもしれないんですけど、類似している事例からのこう時点修正なんかを行って価格を決めていくっていうやり方をするんですけど、当然それも資産性を表す一つの軸にはなるんですけど、それも全てじゃないという形だと思うんですよね。このファクターズ4というサービスの方では、いわゆるですね、そのマンションの価格構成をしている要素を4つに分解しているというものになっています。その4つの要素って何かというとですね、一つは立地。立地というのは駅からの距離とか最寄り駅の強さですよね。こういったようなものだけではなくて、災害時におけるハザードリスクがどの程度あるのかであったり、再開発があったりするのか、そういうポテンシャルですね、そういったものまで含めて立地が大事だ。二つ目の軸は建物仕様。この建物仕様は当然占有部のグレードの高い水回りの設備が使われているかとかですね、こういったような目に見える部分もあれば、共用部分ですね、皆さんがよく使われる便利な共用施設がついているかどうかとかですね、こういったようなところも当然価格を構成する要素になっていると。三つ目の観点は管理力というところですね。これは当然マンションの管理組合の運営がしっかりしているかどうかということで、例えば長期修繕計画において将来の修繕積立金の不足が生じることがない計画になっているのか、はたまたね、もう来年からもうずっと赤字の計画になっていますか、もうこれは修繕積立金を積み立てている根拠にもそもそも違いがあるという形になるので、これもやっぱり資産性に影響してくるというところですね。最後の価格妥当性、相場妥当性、これは先ほど言った取引事例比較法による査定であったり AI による査定、こういったものが一定反映できるものということだと思うんですよね。なので本来そのマンションの価格だけではない流動性も含めた資産性という観点では、この4つの軸、これがポイントになっていますので、これらを自分たちのマンションは今どういう風になっているのかということを抑えていくことが、結論から言うと真の意味での資産性を把握していくことにつながるという風に思っています。今のこの4つの項目を聞いて特に難しいんじゃないかなって私が感じたのが、3つ目の管理力なんですね、はいはい、この辺って自分のマンションだったりとか、これから買おうと思っているマンションがどの程度管理力あるかって、どうやって考えていけばいいんですかね。管理力の把握に関しましては、やっぱりマンションを購入する前のタイミングで仲介エージェントにしっかりと適切な質問を投げかけることによって、その答えを引き出していくってことがすごく大事になっていきます。それらは当然いろんな資料の閲覧ですね、管理に関する重要事項調査報告書であったり、長期修繕計画書、総会や理事会の議事録、こういったようなものをですね、しっかりと閲覧していくってことがもちろん大事になるわけですけれども、特にやっぱりこの資産性を分けるポイントというのが出てきます。様々なポイントがあるので、全てを動画で解説するのはもちろん難しいんですけれども、一例としてマンションの資産性の向上に取り組んだ事例というのを挙げさせていただければと思うんですけれども、東京都内にある大型のタワーマンションになるんですけれども、理事会とですね、修繕委員会というマンション全体の修繕計画をどうするのかというところ、ここのちゃんと問題意識を持った方々が集まって定期的に会議を開催してですね、専門家の方であったり管理会社の方も招きながら、しっかり3
社で協議をして、結果的にどうなったかというと、最終的に必要となるであろう修繕コストを11億円削減したっていう事例があるんですよ。この11億円ってものすごいインパクト大きいと思うんですけど、やっぱり11億円しっかりと削減できていれば、将来的に修繕積立金を上げようとなった際にも、その分だけ修繕積立金額を抑えることができるわけですよね。これがなんで資産性につながるかというところなんですけど、長きにわたってお金が不足することがないっていう安心感が得られるというのが一つ。もう一つは、他のマンションと比べた時に自分たちのマンションの修繕積立金というのが高く映らなくなる。これが未来永劫約束されている。この状態になると当然やっぱ資産性が上がるという形になると思うんですよ。一方で先ほど言った通り、修繕計画がずっと赤字になっていますであったり、赤字にはならないものの他のマンションと比べるとものすごく高い修繕積立金の設定になっています。こういうマンションになった場合、やっぱり選ばれづらくなりますよね。なかなか選ばれないと売らなきゃいけない方々は値段を下げるしかないですね、というこのマインドが循環していってしまって、結論から言うと資産性を下げるということになってしまうんですよね。なので結構この資産性を分けるポイントの中では、やっぱり自分たちのお金、これをどういうふうに考えて、そこに対してどういうふうに取り組んでいるか、そのコミュニティみたいなところもすごい大事になってくるというところですね。今のマンション11億円の削減、本当にすごいなと思うんですけど、はい、他にどういったこと取り組みをされてとかありますか？そのマンションさんはですね、資産性を上げるために意識の高い方々がコミュニティを作ってしまっている形になるので、そのマンションが今取り組まれているのは、マンション独自のホームページを作るってことなんですよね。これはマンションの資産性を語っていく上で、自分たちがどんないい取り組みしているのかっていうことを広報するってすごい大事じゃないですか。広報しなければやっぱ買いたい方であったり他の方々にも伝わらないっていう形になるので、それらに向けた取り組みをもうやっぱやられてるんですよね。結論から言うと、お金をちゃんと節約していて、その節約されたような素晴らしい行動を今後外に向けて広報することができれば、それが資産性につながっていくという形になっていくかなというふうに思っています。その中で他にもやっぱいろんなポイントはあるんですよ。今月ですね、グループ会社桜事務所の方ではそのマンションに関する書籍ですね、こちらの方を発売させていただく形になっていますので、そこにはですね、様々な事例も含めてこういうところに気をつけた方がいいっていう落とし穴ポイントがいっぱい記載されているんですね。ぜひですね、そちらの書籍を見ていただくことで、マンションにお住まいの皆さんはですね、自分たちのマンションの資産性を上げるためにはどうしたらいいかという観点で気づきがあるかもしれないですし、マンション購入を検討されている方々に関しましてはですね、どういうマンションを選べば失敗するリスクが少ないのかっていうこともですね、記載している本になっています。はたまたマンション売却検討している方々はもうどういう風に売却すればいいのかというところについてもコメントしているので、マンションを購入しようとしている方、保有している方、売却しようとしている方、いずれの方々にとっても有益な情報になってますので、ぜひですね、そちらの書籍をご覧いただければというふうに思っています。もう本当に皆さん、マンションを買われる方って資産価値ですごく興味のあるテーマかなと思うんですよね。なのでぜひこの本を買って、その資産性をちゃんとキープできるマンションというか、上げるマンションね、買っていただければと思います。はい、最後になんですけど、はい、資産価値を上げるだって今維持とかですね、その観点で一番大事なポイントって何なんですかね？先ほど挙げたですね、立地、建物仕様、管理力、相場妥当性って、この4つの軸の中でやっぱり管理力ですね、これが一番大事になります。なぜかということなんですけれども、立地であったり建物の仕様や相場の妥当性ってなかなか変えられること難しいじゃないですか。でも管理力っていうのは自分たちの取り組み一つで変えることができて、その仲間がどんどん増えれば増えるだけいいマンションになる。当然マンションに住んでいる方々で自分たちのマンション資産価値下がってほしいと思ってる方なんていらっしゃらないと思うんですよ。共用部、占有部も含めた全員の財産としてですね、しっかりと管理力を磨いていくこと、これができているマンションというのはこの後も資産性としては維持向上するということができると思いますので、マンションを選ぶときのポイント、管理力が優れているかどうかですね、あとは今現時点では優れていなくてもどういう取り組みをしているのか、そんな観点で選んでいただければ、おそらくマンション選びで失敗することはなくなると思いますから、ぜひこの動画を参考にしていただいて、マンション選びの方を進めていただければなというふうに思っています。山本さん、今日教えていただきありがとうございました。ラクダ不動産では購入するべきか売却するべきかというところからご相談乗らさせていただいておりますので、何かちょっとでも気になることありましたら概要欄の方からお問い合わせいただければと思います。あとコメントも書いてほしいですね。そうですね、はい、実際に自分がマンションを購入した時はこういうことがあったよとかですね、そういう情報をコメントいただければ、動画をねご覧いただいている方々にとっても参考になるかもしれませんから、ぜひぜひお寄せいただければなというふうに思います。あとこの動画良いと思っていただきましたら、チャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いします。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。